親にラミは、蒸気港、鈴木目欠魚化に分類される魚類。日本、朝鮮半島南部長崎県での分布は、文献上でしか確認されていない。愛知県、岐阜県、京都府、滋賀県、東京都、奈良県などに移入、定着。最大全長13センチメートル。体型は、川平田市、高い。エラ穴から、おひれき部までの鱗の数は33から38。 側線は明瞭で、側線上にある穴の開いた鱗の数は33から38。脊椎骨数は28から29。体色は緑がかった、高褐色で、背面はやや暗色。目の前方へ1本、後方へ5から7本の赤い筋模様が放射状に入る。災害の後端には黄色く縁取られた、青い目上紋が入る。体側面には6から7本の横縞が入る。 口彩は赤い。口は大型で、やや髪型へ向かう。エラにある口状の器官の数は0から1プラス6から8イコール6から8。災害後端に2つの棘状突起がある。おひれ後端は丸みを帯びる。垂直ビレは暗赤色で、南上部の外縁には、数列の青い斑点が入る。卵は直径2.2から2.4ミリメートルで、透明。孵化直後の死魚は、 全長5.1から5.8センチメートル。河川の中流、下流域やその支流、水路などに生息する。水質は、比較的清涼で流れが、緩やか、低質は、砂液や砂芸で、水生植物が生えた環境を好む。闘争性が強く、飼魚を除いて、群れを形成せず単独で生活する。昆虫、甲殻類などを食べる。捕食者の可能性がある生物として、 カムルチーナマズカワセミなどが考えられ、稚魚は鈍んに食べられる可能性もあると考えられている。繁殖様式は乱生。オスは産卵場所となる植物の茎を口でつついたり、覆面で掃除する。メスが来ると、オスは口やエラ、ヒレを広げて、メスを迎える。メスが産卵場所に沿って泳ぎ出すと、オスはそれを追いかけ奮担で、メスの尾ひれに触れる。 メスは尾を震わせながら、卵を2列に並べて産み、オスが縫製する。4から9月に、植物の茎に、約80個一層では250から1、000個の卵を産む。胸びれで卵に水を送る近づいた、小動物を攻撃し追い払うなどして、オスは卵を保護する。標準和名は、オスが卵を保護することに由来する。飼育家では、生後1年で、 全長6から7センチメートルになり生成熟し、生後2年で、全長8から9センチメートル、生後3年で、全長10センチメートルに達した例がある。方言名として、おじにらみ、みこどん、もう、四つ目、みずくりせい、べい、せいべい、よるめひるめ、よんめひるめ、かわめばる、みずくりせんべい、せいべいなどがある。本種のみを対象とした漁業はなく、基本的に食用にはされない。 一方で釣りや投げ網、差し網などにより混獲されることもあり、特にヒレトゲが発達しているため差し網で頻度が高い。分布で挙げたように、無計画な放流により、在来の分布域ではない地域にも移入、定着している。日本では河川改修や包み堰の設置、補助整備による生息地の破壊、都市化、排水や工事による水質を抱く人為的に移入されたオクチバスや、 ブルーギルなどにより生息数は減少している。絶滅危惧アイビールイペットとして飼育されることもある。1933から1935年には愛好家により飼育化繁殖が行われるようになり、日本国内で生息していない地域でも流通する。闘争性が強いたメタン6で飼育するか、複数飼育する場合には、大型水槽で水草を繁茂させたり隠れ家を多く設置する。 餌として昆虫、ダカの稚魚などを与える。和名の由来には、諸説あり、おスが卵を保護する様から、親が睨みを利かす、縄張り意識が強いことから、たとえ親でも睨む、目上門を、子、本物の目を親に見立て、子が親を睨んでいるなどがある。他にも様々な地方名があり、巫公、巫子の舞、猫の舞、四つ目、狙み、などがある。巫公や猫の舞は求愛行動。 水栗成兵は卵に水を送るオス。川バルはメバルに似た外見にそれぞれ由来する。俗名、カーやパーカが、朝鮮のパーチを意味し、種名、川メバルは、長崎の地方名、川メバルに由来する。ありがとうございます。